22隻建造予定だった、も、神型が、12隻で、計画を終了させた。そして、令和6年度の計画艦からは、も、神型に代わる新型 FFM の計10隻が建造予定である。個人的には、新型 FFM に加えて、UAV 母艦の建造を熱烈提案したいところだ。今回は、UAV 母艦の必要性と期待する能力について話していくね。まずは、UAV 母艦の必要性について一緒に考えてみましょう。自衛隊はグレーゾーン対策を強化すべきだと思いませんか？日本が巻き込まれる戦争は、間違いなくグレーゾーンから始まると考えている。これは、2023年6月28日に発表された防衛技術指針2023に記されているように、防衛省は、今まで国家正規軍同士の正面衝突を主に想定し、戦車、艦船、戦闘機といった装備体系を着実に整備してきたが、グレーゾーン対策はおろそかになっている。現状の分析として、中国との関係で尖閣諸島が関わり、ロシアとの関係では北海道が戦争の焦点となる。2023年6月1日の共同通信では、国家海洋局が1990年4月に提起された領海法では、尖閣諸島が含まれていなかった、中国が1992年2月に領海法を制定した際は、沖縄県、尖閣諸島、中国名、長魚島を自国領と明記するようにと、軍部が強硬的に実現させた。2023年1月30日に、沖縄県石垣市は、尖閣諸島周辺で2回目となる海洋調査を行った。その時の調査中に、中国海峡局の船が領海に侵入し、こちらは中国海峡船団である。火船は我が国の領海に侵入した。直ちに退去せよという警告が無線でなされた。その際に、中国海軍の艦艇から回収された中国海峡局の船が尖閣諸島の沖合を航行しているのが初めて確認された。その船に搭載された武器は 76mm 砲のようで、偶発的な衝突の危険性も高まっているし、中国は日本よりも圧倒的な数で脅かしてくるのだ。2012年時点では、日本が保有する巡視船は51隻で、中国の40隻に対して優位を保っていたが、同年の日本による尖閣の国有化以降、中国が大幅に装備を増強し、その2年後には82隻まで増やし、2023年2月時点で2倍超になっていた。2023年5月27日、中国海峡局の船は、国際司法の場で、尖閣の領有権を争うことを想定し、周辺海域における法執行の実績を示す証拠として、船舶自動識別装置 AIS データを発信しているらしい。現場で、中国船の退去を求める海上保安庁の巡視船は、運用を秘匿するために AIS を作動させていないので、国際司法の場では、日本は、何もしていないことになっている。2022年11月25日、ロシア連邦保安庁の内部告発者の発言によると、2021年8月に、ロシアは、日本を相手にした局地的な軍事紛争に向けて、真剣に準備をしていたと報じられた。また、ロシア下院議員の、ロシアは、北海道に、すべての権利を有しているという無鉄砲な発言に対して、林外務省は根拠がないという反応を示しただけであった。実際に、ロシアは日本海でのミサイル発射訓練の頻度を増やし、北極艦隊から
太平洋艦隊に最新原子力巡洋艦を配置替えまでやっている。中国にとって日本の領土問題となっている島々で発生する侵入事件も当該国にとっては国内問題に過ぎず、防衛省はまだ戦争レベルに発展していない状態での紛争に対して対応はできない。海上における人命、財産の保護や治安の維持は、警察機関である海上保安庁の任務でとなっている。しかし、日本の某島に民間人に扮した工作員が潜入し、軍隊の上陸を容易にするための工作をしていると仮定しよう。その工作員が海岸を爆破して、上陸舟艇の立ち木を容易にする工事をした後、島の土地を大量に買い上げるため、島民に対して侵略に賛成するように働きかけるのだ。この段階では、出入国管理法や火薬類取締法の違反事例とするのか、それとも日本に対する武力侵略行為に該当するのかは判断できません。結局のところ、治安出動が発令されるまでは警察が対応するわけだが、その間にも工作員の数が増えてくるでしょう。仮に日本の警察力によって工作員が不利な状況になった時は、相手国の軍隊が介入してくる可能性も十分に考えられる。一旦工作員に侵入されてしまったら、おそらく海上保安庁の能力だけでは対処できません。しかも侵入後は陸上の問題となり、海上における人命もしくは財産の保護、または治安の維持には該当しないため、海虚無行動を発令できないのだ。これが、ロシアや中国などにとっては、単なる国内問題であり、戦争ではないことから、自衛隊の出る幕ではなく、警察力で対処することになるわけだ。要するに、グレーゾーン自体が起きる前後に警察機動隊の大部隊を自衛隊ヘリなどで速やかに輸送し陸上対処をさせなければならない。グレーゾーンとは無害通行なのかどうかは不明で、主体が国または国に準ずるものなのか、それともそうでない単なる個々のテロリスト等に過ぎない輩かどうかもわかりません。このような場合は海保や警察が対処することになり、海保や警察がお手上げ状態となる場合は、自衛隊で対処することもグレーゾーンに入る。つまり、グレーゾーンとは、警察や海保が処置するのか、防衛省の問題になるのかの中間に位置する曖昧な事案を指しているとも言えるだろう。ロシアによるウクライナ侵略の現場を見てみると、様々な民生製品や技術が活用されるとともに、急激に技術発展を遂げた UAV 等が、戦いの趨勢に大きな影響を及ぼしている。烈度の高い紛争を前提とした装備体系の能力向上のみを続けるだけでは、新しい戦い方に対応することはできず、そうなれば、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保ち続けることもできなくなるでしょうね。もはや、既存の装備体系にとらわれることなく、あらゆる状況に対処可能な技術的解決策を柔軟かつ迅速に作り出していかなければならないと、前期防衛技術指針でも掲げられていた。当然ながら、防衛出動前提の装備開発取得にプラスして、グレーゾーンに関して間接的に発生する治安出動レベルで対応できる護衛艦を取得しなければならない。防衛省の任務以外のことで使用するために、海上自衛隊が艦艇を保有した前例がある。それは、文部科学省の南極地域観測統合推進本部が行っている。南極観測の輸送支援を2代目しらせがやっているということだ。
この震災氷管の建造予算は、南極地域観測関係費として文部科学省に計上されたが、なぜか自衛艦として建造されていた。文部科学省にある北極研究戦略委員会の資料によると、2代目しらせの所有は海上自衛隊となっており、実際横須賀地方隊に所属している。グレーゾーンに対応する UAV 母艦は規模的に若干小型級になるヒューガ型が適しているでしょうね。そして搭載 UAV としては固定翼タイプではウクライナでも活躍中のバイラクタル TB3 クラス及びプロペラがついたマルチコプターを複数機搭載するのが理想的だ。有事で使われる UAV の任務用途としては偵察、物資輸送、必要な場合は攻撃を想定しているため、それなりの操縦手を自衛隊で育てる必要がある。さらに、緊急の人員輸送を考えると、ローター折りたたみ、機能を有した多用途ヘリコプター UH-2 にも搭載されるべきだと考える。甲板に設置するエレベーターは、前後2箇所にして、着艦した UAV は、前方エレベーターで、艦内に収容し、後部エレベーターから、飛行甲板に上げ、この艦の翼は畳んでおく。UH-2 は、下部甲板の後部エレベーター近辺に駐機させ、必要に応じて、エレベーターで飛行甲板に上げなければならないため、艦載クレーンやヘリコプターの牽引車も必要となってくるだろう。早急に UAV 母艦を建造して、グレーゾーン対応を加速しなければならないと思うが、運用するための海上自衛隊員を増やしたり、そこに関わる要員を訓練したりする必要が伴うことは、否めません。日本が誇る IHI 社製 XF9 ジェットエンジン。最強と定評がありますが、ここへ来て動きが出てきました。今回は F3 戦闘機開発で見えてきた日本の課題について見ていきます。2022年12月16日、新たな安全保障関連の3文書が閣議決定されたことで、日本の防衛をめぐる議論は、様々な立場から、様々な反応を引き起こしています。防衛予算の金額としては、2023年度から2027年度までの5年間の累計がおよそ43兆円ということが判明していますが、最終年には、NATO 加盟国のこれまでの目標と同じく、対 GDP 比で 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているようです。これに関しては、ロシア・ウクライナ戦争の長期化の様相を反映してか、NATO 加盟国自体も概ね引き上げる方向が確実となってきているので、今後は対 GDP 比で 2% が基準値にはならないことも予期されます。金額面以外でも、日本では今後の防衛予算の使途に関してスタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出していて、従来よりも飛躍的に射程距離を伸ばした兵装の獲得を進めようとしているのが明らかです。その代表格しては、開発中の1二式地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾などが挙げられます。ことに、前者は、まず、およそ 900km、次に、およそ 1500km と段階的に、長射程化を図っていこうとしています。
こうした長距離打撃兵器の開発は、敵の防空ミサイルの射程距離外から発射することを最大の目標にしています。つまり、極力、自軍が被害を受けることなく、敵の地上目標や海上目標への攻撃を可能にするというロジックの下で実現されようとしているのです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、昨今は反撃能力と政府からは呼ばれて、政治的な認知を得るべくメディアでも使われていますが、反対勢力からは自衛隊の趣旨になじまないとも指摘されています。この種の議論が政治的に完全な決着を迎えることはないというのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する動きも新たな領域に入ったと言えましょう。日本とイギリスとイタリアの3カ国によって GACP、グローバルエアーコンバットプログラムが推進されることが2022年12月9日に各国政府から正式にアナウンスされたことで本格的に始動したのです。日本は現在航空自衛隊で運用中の戦闘機 F2 をイギリスとイタリアでは現在それぞれの空軍で運用中のユーロファイタータイフーンの代替となる戦闘機をこの取り組みで実用化することを目指すことになっています。現在航空自衛隊の中ではそういった区分や呼称は廃止されているが、かつては主力戦闘機とそれを補完する支援戦闘機という分類が存在し、主力はアメリカからの輸入かライセンス生産で調達するのが通例だったそうです。そして、後者の支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例となっていました。現行の F2 も当初は支援戦闘機だったので、この前提通り、アメリカの現ロッキード・マーチン社製造の F-16 ファイティング・ファルコンを土台として開発されたものでした。F2 戦闘機の開発に関しても、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、日本は、太平洋戦争後に、航空機開発を、アメリカをはじめとする、連合国の意向によって禁止されていました。つまり、機関部の内製化は事実上不可能だったのです。そのため、F2 は F-16 ファイティングファルコンを土台とし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行う手法が取られたのですが、開発に際しては、日本側は、すべての技術をアメリカ側に開示しなければならないという義務がありました。それに引き換え、アメリカ側は、主要な部分を日本側には開示しないという、偏無的な契約だっただけでなく、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更を行おうとしても、その自由度がなく、ストレスのたまる運用を強いられたのです。わざわざ高い予算で購入したというのに、客の要求は無視だったということですね。そうした F2 開発経緯を踏まえて、日本側は、次回の戦闘機開発については、機関部の内製化を実現することを目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを実施したと言えましょう。IHI 社は、防衛装備庁からの依頼を受け、2010年に次期戦闘機用機関部となることを目指した。XF91 エンジンの開発に着手、8年の歳月をかけて、2018年6月に、試作機である1機を完成させ、それを納入しました。こうして納入された XF91 エンジンは、その後、2年ほどかけて、各種性能テストが実施されました。結果としては具体例ですが、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トンの推力を発揮し、タービンの入り口周辺の温度1800°C という優れた数値を記録したのです。また、今後の戦闘機の機関部として、
ますます重要性が増してくるであろう。発電能力に関しても、XF91 エンジンは 180kW を記録するなど、一定の水準をクリアしており、機体に搭載した状態でのテストではありませんが、大きな期待が寄せられるものになったのです。XF91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0m、全長が約 4.8m で、現行の F2 が搭載している、ゼネラルエレクトリック社製の F110 エンジンと、同等の大きさですが、前述した推力は、F2 にラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F119 に近いのです。このような限定的なテストによるカタログ値ではありますが、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たすものとして注目を集めました。さらに、2019年に千葉県の幕張メッセで開催されたマストアジア2019において水力変更ノズルも展示されました。この MAST アジア2019では展示された水力変更ノズルは、XF91 エンジン用の XVN31 というモデルであり、ロシア製の第5世代戦闘機として知られている、スホイ57等でも採用されている、形式の水力変更用の装置ということです。これらの水力変更用の装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気の角度を調整して、推進方向をコントロールしようとする仕組みで、F2 にラプターでは、パドル式が採用されています。いわゆる第5世代と呼ばれる戦闘機は、機体本体の優れたステルス性能によって、敵の攻撃を回避することが想定されてはいますが、従来の戦闘機に求められてきた、機敏な機動性の確保には、こうした工夫も、同時に備えられているのです。これまで述べてきたように、2019年に水力変更ノズルの XVN31 までが公開されるなど、XF91 エンジンの実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきたようですが、今後の GACP、グローバルエアーコンバットプログラムでは、これがどんな方向に進むのかは、決して予断を許さない状況です。GACP においては、イギリスでは、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を担うことになっていて、全体を統括する BAE システムズ社と共に、プロジェクト全体の主導権を握る可能性が高いそうです。これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンが推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。その開発には難航していると聞こえてきますが、高級車で有名なこの企業は、実は、エンジン製造については、かなりの実績があるので、ノウハウなどでも、IHI 社を大きくしのいでいると思われます。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、極めて、短期間で、戦闘機の機関部の設計から、製造までが可能になると、自信を持っているようで、GACP で、その成果を提示することが予想されています。出雲、片子栄冠伊豆、元加賀の航空母艦化改修工事が進んでいます。実は、1回目の改修工事が終わった伊豆、最寄り先に、加賀の外観が変わるということで、急展開を見せているようです。滑走路が短いのは、もちろんダメですが、艦首が台形だと、危険らしいのです。今回は、伊豆、元加賀の改修の様子を見ていくことにしましょう。
2023年度の防衛費は過去最大の6兆8219億円。この中には、海上自衛隊最大艦艇である、ヘリコプター搭載可能な出雲、片護衛艦1番艦伊豆、元2番艦加賀に、F-35B 戦闘機を艦載機とするための軽空母化改修費用52億円が含まれています。現在、この、2艦伊豆、元加賀の改修は、5年に一度実施される大規模定期検査を利用して、それぞれ2回に分けた、改修工事が予定されています。実は、短距離着陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには着陸する際、1000度 C 以上で、下方へ噴出するエンジンの排気熱に対応する甲板の、耐熱処理や艦首を、現在の体型から、四角に、変更する等の改修工事が、必要になるのです。まず、出雲です。海自の横須賀基地を母港とする出雲は、2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、F-35B が離着陸できるための最低限の改修工事を行い、2021年6月末に、1回目の工事が終わりました。現在は通常任務を行っています。もともと、出雲、型には、設計当初から F-35B の搭載を想定していたので、エレベータなどの大掛かりな工事は行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるよう、飛行甲板の特定の場所、つまり F-35B が着艦すると想定されているヘリコプター発着艦用の場所に、特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備を設置しました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで黄色いセンターライン、標識線、トムラインが引かれました。この線は、艦載機が着陸する際に、パイロットを導くためのもので、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同じものです。2021年10月5日に、アメリカ海兵隊の F-35B を使用した伊豆、モノ発着艦試験が行われました。パイロットは、トムラインに、機体の中心を合わせて着陸しています。今までは、ヘリコプターによる回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて、固定翼機による発着艦試験を成功させたことは、歴史的とも言える出来事でした。飛行甲板のトムラインと並行して、交互に赤と白のセーフパーキングラインが引かれていますが、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンという目印です。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物にぶつかったりしないということです。トムラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安になっています。今回の改修工事では、外観上の変化はありませんが、F-35B を安全に運用するために、飛行甲板の先端部の変更が行われています。今は台形ですが、今後艦首部分を四角形に拡張して、滑走路を伸ばし、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B はストブル、短距離離陸、垂直離陸機ですが、発艦時は、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。次回2024年度末から、始まる第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするため、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みということです。一方、2番艦加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所で、1回目の軽空母化改修工事に入っており、出雲が1回目に行った飛行甲板強化のための、
耐熱塗装などが行われました。加賀は、最も先が細くなっていく、台形の艦首なので、このままでは細くなっている先端部に、乱気流が発生し、F-35B 戦闘機が、短距離発艦時に危険なので、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形にする、拡幅工事が実施されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年に実施される予定ということです。加賀の改修内容を少し紹介します。2回目の改修に向け、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を悪天候下でも GPS 衛星信号と抜き性後方システムを利用して高精度で航空母艦や強襲揚陸艦への着艦を自動的に誘導するシステムです。この発艦誘導装置はアメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦、イギリスやイタリアの航空母艦にも配備されています。これは伊豆、元加賀の両艦にも搭載される予定です。F-35 ライトニング 2B は短距離離陸、垂直着陸の戦闘機ですが、システム的には垂直離陸も可能と言われていて、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量から考えれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適と考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦は F-35B を運用するために艦首部分が四角形になっていますから、今回の出雲型の改修はアメリカ海軍と同じ形にすることで相互運用を想定したのではないでしょうか。またイギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスは F-35B を艦載機とする航空母艦なので、スキージャンプ式滑走路を備えることが F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲や加賀では F-35B 戦闘機を搭載してもヘリコプターの運用を重視しているので、対戦ヘリコプター空母として運用するため、船体前方下部には対戦戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここに、スキージャンプ式発艦装置を設置すると、艦艇のバランスが悪くなることが心配されます。最悪の場合、艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に波の影響を受け、艦が転覆してしまうという危険性も考えられるのです。日本政府は、F-35 ライトニング 2B を常時艦載機として運用はしないと明言しています。従来通り対戦ヘリコプターを搭載し運用する予定なので、伊豆、元加賀にはスキージャンプ式発艦装置は設置しないと思われます。伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画ではF-35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内にアメリカ東海岸まで行って F-35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働と想定されています。加賀は2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、伊豆、元同様、2027年頃から航空母艦として本格運用が可能になるのではないかと考えられます。
2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35B を6機調達する予算が盛り込まれており、総数42機の導入を開示は予定しています。最初に F-35B が配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地とされています。その後、必要に応じて航空母艦化された出雲、型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由は、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に、加賀が配備されているので、連携を深めることが可能な位置ということが配備される理由になったとみられます。計画通り進めば、F-35 ライトニング2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は4年以上先になりそうです。その頃には、現行の大隅型輸送艦の代替艦建造も準備が進んでいると思われますから、その使用や進捗状況も気になりますね。伊豆、元加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦、海自発の強襲揚陸艦として、この2艦を代替運用する可能性も考えられます。そうなった場合、従来まで日本国憲法の解釈によって、自衛隊は自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としていることで、航空母艦の保有を見合わせてきた経緯があります。しかし、日本政府の見解は、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛用の航空母艦なら、憲法や自衛隊の理念には反さないというものです。言葉をもてあそんでいるようにも感じられますが、今後、慎重に議論を重ねていき、日本の安全保障が守られることを願います。